真理のそのヒディコットあるほかかで、ハキームサナイ、マヌスクリートパーソで1894ファンデーション、ラセロゴールディアナンバーインビンタリオ15519、サナイ、ハキームサナイ、サナーイーガズナビーペルシア語。ハキームアブワル、マジドマゼッジュドイブンアダムサナー、イーゴジネビー生没年負傷は、ペルシアの最初の本格的神秘主義詩人であり、 ハキーム・サナーイーとして知られている。アッタールと共に、ペルシアの二大スーフィー詩人の一人、あるいはさらにルーミーを加えて、ペルシアの三大スーフィー詩人の一人に数えられる。ルーミーは、サナーイーとアッタールについて、アッタールは我が魂、サナーイーはその両目だ。私の思索は、この二人に学ぶところが大きいと述べている。アフガニスタンを支配したガズナーサに生まれ、 同調末期の君主バフラーム、シャアの宮廷の詩人であった。アラブ文学、イスラーム法学、医学、天文学、哲学、イスラーム神学を習得した。サラフス、ニーシャープール、ヘラートなどを旅した。バフラーム、シャアのインドへの軍事遠征にも随行している。若年時代は、ファルヒ・アウンスリーの死を模倣し、シャアを称賛する小詩を読んでいたが後に、 メルブに陰性し、アブ・ヤーク・ブ・ユースフについて、宗教的生活に入った。すでに造形、形式の点でその頂点に達していたカスイーダに、神秘主義思想、禁欲主義に基づく、精神的経験を取り入れ、さらに第一級の社会、聖樹史や、後世のルーミーの、シャムセ・タブリーズ詩集の源と評されるほどの優れた、ガザルも残した。代表作、真理の縁。 ヒリコットあるホカコットはソーリー、アットあるタリコットで知られる。ニザーミーの神秘の宝庫、マクズンあるアスラルは、サナーイーの真理の園に習って作詞された。ニーシャープールに生まれた、ウマルハイアームと大体同時大臣。マスナビー形式のスーフィー氏は、ペルシアの神秘主義詩人、サナーイーとアッタールにより始められ、ルーミーのマスナビーで集大成された。 トルーミーのマスナビーの注釈者として巧妙な、イスマイル・アンカラビー、イスマイル・アンカービーもしくはリュースーフ、デデラス・デデもしくはイスマイル・ブニアフメド・リュースー・ヒー、バイラミー・メブレビー・アンカラビー・イスマイル。ビー・アーメド・ルース・ヒエル、ベーロ・ミー・エル、メブレビー・アンカービー1631年没。17世紀イスタンブールのメブレビー教団のシェイフは、言う。ありがとうございます。